皆さんこんばんは、もなんかおかしい。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今日は私の下半身事情についてお話をしていくんですけども、何のことかというと、私はそのもともと男性だったわけですよ。数年前に下半身を男から女に変える、まあ、いわゆる性転換手術を受けて今もう、ね、女性器を装備している人間なんですけども、え、待って、ピント張ってるこれで、いろんな動画で私は散々その下半身事情を話してるせいか、この前渋谷歩いてたら、すれ違い際の男子高校生に、あ、女性器 YouTuber だって言われました。え、これきつい、これ髪の毛崩るからもうやりたくない、二度と。あの、芸人じゃないんで私、女優なんで。そう、話を戻すんですけども、私は散々手術をすることによって見た目もすごい変わるし、なんかもう生活が一転しましたみたいな、もういいことしかありませんっていうことをちょこちょこ言ってるんですけども、多分皆さんもっと気になってるであろう、本物の女性の下半身と私みたいな人工股関民族の下半身は本当に横に並んで見比べたらどんぐらい違うのっていう、多分そこ結構気になると思う。てかみんなによく言われる。今回はちゃんとそこお話ししていきます。で、検証場所なんですけども、日光鬼怒川温泉の なんだっけな、なんかあのめっちゃいいホテルの横にある安いところで、検証してきました。こんな感じで調べてきました。で、その時私はその検証するために女友達と行ったんですけども、その女友達は私の高校時代のもう親友みたいな感じの子で、で、私が性別変えてることもめちゃめちゃ理解してくれてるんで、下半身比べることなんてもうちょちょいなちょいだよっていう、もうそういうめちゃめちゃいい友達です。なので、あの、安心してください。私は別にセクハラ人とかそういうんじゃないですからね。女の子興味ないですから。いやいや、本当だよ。それはないからね。で、実際にその私が、見比べて、あ、ちょっと自分の下半身とは少し違うかなって思ったところを5個チョイスしましたんで、今から発表していきます。まず一つ目が大きさ。大きさって言ったら、どこがみたいな感じになると思うんですけど、そのものそのものです。やっぱりそのまあ私みたいなもともとポコチンがあっとこにさ無理やり作ってるわけだから、それしか見てないから比べる対象が悪かったのかもしれないんですけども、ちゃんとあるなみたいな、なんていうのかな、ジャンボ餃子と、え、これだ、全然ダメ、あのね、どうやって例えればいいのかな、わかった、いい比較対象見つかった。あの、おにぎりとかコンビニあるじゃないですか、そのジャンボおにぎりと普通のおにぎりみたいな、まあそんぐらいの差です。なんかいい例え見つからなくなってきて不安。まあ大きさも人それぞれなんで、私が感じたのは、あ、あるみたいな、あるっていう、私の場合はお、なかったところに作ったみたいな、土台が安定してるかしてないかみたいな、もうちょっとね難しい、もう見ないと分かんないから。次、皮膚が伸びてる感じ。やっぱ私は性別を女に変えてから4年とか、まあそんぐらいなんで、実際には私の同い年とかの女の子ってやっぱりもう25、6年生きてるわけですよ。4年と25、6年ってかなりの差があるんで、そりゃ皮膚伸びるよねみたいな、やっぱちょっと違うんですよね、その肉厚みたいな。あー、もうほんとね、これ一歩間違えたら私 YouTube に抹消される気がする。まあみんな、あの、察して察してね。で、次が色。これ私一番明確に分かるその違いかなと思いました。色素沈着の差が結構あるかもしれない。私で言うと本当に 4,5 歳の女の子と変わんないから女児なわけですよ。あの、女性と女児の違い、それはもう友達、私はもう堂々とドヤ顔しましたって、そう、友達とこうやって見てる時にこうやってね、まあ、そこは別にどっちがいいとかないですけども、ただ私の中では、あ、やっぱ本物ってすげえなって思いました。で、次もなんですけども、結構これもギャップを感じました。それは何かっていうと、毛の生え方、なんだろう、私の場合はあったところを伐採して人工股関を作ってるわけなんで、自然な方で言ったら、まあ、本来の女性の方がって思いますね。まあ、自分がその男子時代のその毛の生え方を知ってるんで、まあ今こうやって女になって、まあ、毛の生え方が全然違うけども、でも脱毛とかそういうのじゃなくて、
その根本のそこが違うのかなって思いました。でこれはねかなり私気になっちゃった、これ最後の気になったポイントなんですけども、盛り上がり方、あのもう言いたいこと分かるでしょ、あの4文字盛りなんちゃらみたいな、あの言わないですからね。バンになっちゃった瞬間私無職ですからね、もう無職になった瞬間に、あもうダメだ、もう恐ろしいことしか考えてないわ、路頭に迷うだけって。はい、盛り上がり方が、正直言うと私の方が標高高いかなっていう。どんぐらいだろうな、恥骨って言うんですか、なんかそれがやっぱ私まあ元々男の子だったからなんか前に出るようになってんのかなみたいな、どっちかっていうと私の方が出てるような気がする。まあでもそのさっきの森なんちゃらっていう4文字の言葉がまあ世に出回ってる通り女性でもそんなの全然あると思うんで一概には言えないんですけども、その方がただ標高低い人だったのかもしれないし、こんな感じですかね。で少しちょっと物足りないと思ってるじゃないですか、それでいいんですよ。だって逆にめちゃめちゃ違ったら、え今の医療技術大丈夫みたいな、これは私が本当に女性の友達とこうやってやってちゃんと見比べた結果のこれが全てなんですよ。この5個ぐらいですよ、まあ、結構いろいろと言ったんですけども5個ぐらいしか違いを感じれなかったほどやっぱりちゃんと作ってもらってるんだなって私は実感しましたね。実際に私過去にその最初の数ヶ月間は性別明かさずに付き合った男性がいるんですよ。だからもう相手は私のことを女性だと思って付き合ってくれたと思うんですけども、その方と私は営みもしたことあるんですよ。で普通にバレなかったですからね。だから本当皆さんね安心してください。いや別に皆さん安心してもらなくていいんですけどね、何言ってんだ私は。これだから女性器 YouTuber って言われるんですよ。ただ唯一そのいろんな動画でも言ってますけども違うのがその潤滑油の違い、量が明らかに違うんで、まあ、そうなることを想定して私はその営み前に中にあらかじめローションみたいのを仕込んだりとかしております。そうすることによってもう難なくかわすことができるんで、皆さんもぜひお試しあーりー。あーダメだこれ絶対おしゃくで、このように様々ないろんな性別トークを出してるんですけども、他の動画も合わせて見てもらった方が面白いと思うんで、一応画面の下に過去のその性別トーク何個か貼っておきます。で、こっからはちょっとおまけトークになると思うんですけども、私が性別を変えてから女友達と一緒に、いわゆるその、つれへんみたいな、つれへんみたいな、行った時に感じた男子時代との違いについてお話しします。結構女性ってさ、つれーんみたいなさするじゃないですか。じゃあ何が違うかっていうと、男子ってまあ立ってするじゃないですか。友達と会話しながらあの用を足すんですよ。でもさ女の子って用を足しながら喋んないのみたいな。個室に入ってあの女子トイレだよ、横にいる友達にこうやって個室だからさ、こうやってちょっと天井に向かって、ねえあの昨日何食べたみたいな。そしたらね、なんかあんまり話したがらないような感じの雰囲気を醸し出されたんですよ。えみんな喋んないのと思って、まあ、確かにその喋る労力が多分違うんだろうな。こうやって男の子の時はさ、こうやって用を足しながらさ、おいお前の好きな食べ物なんだよみたいな、母ちゃんのハンバーグかなって、なんかそんな感じじゃないですか。でも女の人の場合だったら、今日の朝何食べた、うるさいな、ちょっと今用足してんだよなっていう感じなのかな。ちょっとそこわかんない、あの女性の方とか見てたら教えてください。今回の動画も良かったと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。みんなチャンネル登録の他にさ、その通知ベルボタンも押して、あのたまに通知仕事してくれね、見るの遅れたってコメントを見かけますけども、私が更新するたびに通知が欲しい物好きの方がいたら、そのベルボタンを押してください。もうすかさずすぐにあなたのスマートフォンに通知いきますんで、あとは Twitter、Instagram と TikTok もバシバシ更新しておりますので、ぜひ画面の下からフォローもお願いします。また次の動画でお会いしましょう。